マジ散歩テレレレレレレテレレあやりすぎちゃった話。もう1セットいくかやめとくかギリギリの戦いのところでもうこれ以上やったら怪我するかと思いながらで結局どうされたんですか。うん、行ったけどね。やったっすか。やったっすか。それやりすぎた。そういうことね。じゃあ続いていきます。よし、はい、テレレレレレレテレレレレ。あ、これはちょっと聞きたいな。これはちょっとどういう選手に、はい、指導に苦労した選手。もうみんな苦労するよ、やっぱ全員。もう、もう簡単っていうかそんなことはもう一切。苦労した選手っていう、でもなんかこうイメージでなんかこいつはこう感じで順調に育っていくやろなっていう選手は いないですか、あんまり。あ、でもそういうタイミングで、あ、気づいたなってのが感じた時はもうそこからはガーって、そこまでが大変。はあ、まあそれこそ分かりやすいあれで言ったら、まあ、良太郎なんかもそうだし西野、うん、まあ最初はねもうそらちょっとみんなに公開できないぐらいの厳しさで言ってたから。どういうタイプなんですか、メシの選手。まあ、やっぱ負けん気が強いから。でもまあそれも力なんですけど、やっぱりこううまく、まあ、その時はもう自分のサッカー人生っていうかもうなかなか大変な時期だったし、やっぱりこうイラッとすることもあったり、思うようにいかんかったらふてくされる感じもあったり、うん、それでもその、まあ、メシの選手みたいなタイプだったらどう対応するの。いや、もうこっちの本気度というかそれをもう見せるしかないね。だからうまいこと言ったりしても無理だし、あ、こっちがもう、まあ、声を荒げるぐらい、荒げるというかもうこの雰囲気もそうだし、うん、もうこっちが本当にもう本気でってあれ軽いけど、うん、いや苦労すんねやろな。でも選手育てるんで、いや、もうみんなやっぱりずっと順調にね、うん、うん、梶君とか、ね、うちの OB みたいになかなかそこまで到達する選手というのはもう一握りやから。いや、ね、だからなかなか、ね、でもそういう選手でもなんか途中大変だっただろうし、だから大変ですよ、なかなか。でもそれがまた面白くてね、もう一緒に苦労するのが面白い。誰が苦労した中では一番なんか思い入れ深いっていうか、なんかこう、あ、なんか印象に残っている選手。いや、もうでも苦労した中で本当に23の1年目とか2年、去年もそうだけど2年、この2年間はめちゃくちゃ濃かった。もう本当に選手と一緒に戦ったというか、もう本当になんとかしてやりたいっていうかね。まあそれはちょっと語弊があるかもわからんけど、こうこの世界であんまりこう選手の人生なんで、なんかこう公に話すのは申し訳ないんですけど、でもみんなめちゃくちゃもう泣きながらやってましたよ。もう本当にそういうのもね、皆さんに伝えたいぐらいだけど、やっぱり彼らのプライドっていうかあるし、だからまあ今頑張ってくれてるから、まあ優也とかもそうだし、まあ、今頑張ってくれてるからもう、そうですよね、OK、今頑張ってくれてるからね、確かに、うん、なんかすいません、こんな質問こんなね、いろいろ苦労されてるのに、ほんまにもう、はい、誰やじゃあ続いて言いますよ、はい、教授、あのピッチの芝の上にはこうラインが引かれてますよね。あのラインも引いているということなんですか。はい、あれも芝に優しい水性ペイントを使用してラインを引いております。あ、なるほど。あの当たり前だと思うんですけど、ものすごく綺麗に引かれてるじゃないですか。あれには何かコツっていうのがあるんですか。そうですね、最近はラインを引く機械も進化しておりまして、はい、紐などは使わずに、うん、レーザーを使用して引いております。レーザーを使用して、はい、あ、
なんかすごいぞ、思ってた装置と全然違った。赤いレーザーで直線を引いて、そのレーザーを、そのラインカーが感知をしてラインを引いております。おー、なるほど。じゃあ人の目でちょっとずれたなとかそういうことをしてるわけじゃなかったんですね。そうですね、はい。水星というふうにおっしゃってたんですけど、水星となるとこう雨に弱いんじゃないかなって思うんですけど。そうですね、雨が降っている時はラインを引くことができないので、長い雨が続いた時なんかはもう大変ピンチです。ということはもう天気予報を見るっていうのは欠かせないということなんですね。そうですね、常に雨雲をチェックして、ライン引きを行っております。はい、じゃあもうずっと雨降ってるけどここ1時間止むぞってなったら、その時にダッシュしてみんなで引くということなんですか。そうですね、はい。あ、大変だ。まさか天気までそんな左右されるとは思わなかったです。はじ散歩。もう一つ行きます。ほんじゃせっかくもっと話聞いてて、はい、ディ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 、お、あ、出ました。指導に苦労した。いやいや、さっきもやったからこれ。だいぶ聞きたいじゃんそれ。あ、でもね、これ俺選手目線からしたらこれ聞きたいですわ。これちょっといきます。はい、モチベーションを上げる秘訣、これでもね、結構僕らもどうやってモチベーション上げるんですかとかってよく聞かれるんですよ、選手の時とかに。それ監督からしたらどう選手をモチベーション上げるんですか。まず、まあ選手をよく観察するっていうのはまず一番大事だけど、本当にこの選手、まあうちにいる選手なんかはトップの選手もアカデミーの選手もものすごくポテンシャルが高い選手がみんなほとんどなんで、まずお前はできると、お前は絶対できる、もうそこから入ります。確かに。で、本当にできるんですよ。いや、そうですよね。そう、確かに。だからガンバに選手がいないって言い出したら日本全国にもそんなに選手いなくなるんで、だからもうまずお前はできると、でそのために何をするかっていうのをこう順序立てて、順序立てて論理的に、そうなるために。そこが一番ね、難しいですよね。あと継続することとね、だから意外とみんな自分の能力にまだ気づいてない選手が多いから。うん、なるほど。やっぱもうできるって思わせるっていう、できるその言葉がね、そう、お前できるって。で、まあ、それを、まあ、信じてもらえるように、自分がやっぱね、僕自身が自分を磨かんと、やっぱり言葉に力がね、何を言うかっていうより誰が言うかっていうことになってくるんで、やっぱ綺麗な言葉言ったって、もうチャランポランな人がお前はできるって言われても、いやいや、そう、あなたに言われてもってなりますよね。だから、そういう意味では本当に自分を律して、自分がちょっとね、自分に厳しくやっていかないと。多分森下監督にできるって言われたらできそうやな、確かにね。いや、でも今のアカデミーの選手なんかにそうやって言って、やっぱり説得力が例えば生まれるとしたら、それはもう23の選手たちのおかげ、やっぱり彼らが結果としてこう成長してくれたんで、そのイメージがアカデミーの選手にあるから。そうですね、確かに。だから彼らのおかげで言葉に説得力が生まれてくる。確かにね、でも U23 の選手トップに昇格して結構なんか違いましたよね。トップの選手とは何か、運動量もそうだし、そのなんていうかな、この球際の執着心もそうだし、なんかこう這い上がっていこうっていう、こっからこうやってやろうっていう、その気持ちがすごいプレーに出てるっていう、見てても多分分かるんで、ああでもいい練習してんやろなって思いながらずっと見てました。練習は大事ね。大事ですよね、嘘つかないですもんね。やっぱりやったことしか出てこないから。確かに。これはもうできるということです。はい、何でもできる。いや、まあ、もうそういうことで、もう忙しいですよ。ありがとうございました。またお願いします。いえいえ、またじっくり。ぜひ練習見に来てください。はい。
いやほんまに練習見に行きたいですけどね、うん、はあ、撮影に来てもらって。朝ちょっと早いのはちょっとあれですけど6時ぐらい6時はい、はい、今日ということで、ガンバ大阪、ユース監督の森下監督に来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のゲストはですね、菅沼選手に来ました。どうもクラブハウスの、駐車場に置いたらみんなにいじられるから、ね、なんかそっから自転車通ったとか。いや、4号に聞いたら LINE の着信履歴見せましょうか、あいつから。いや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 